カンツバキは、宮尾富子の小説。同作を原作とし、1992年に公開された日本映画についても紹介する。昭和諸島。高知には、人の心がわかる世間として知られた、富田岩子がいた。元は、人境の世界に生きていたが、仇の女、吉和と結婚するため、きっぱりと足を洗い、今の商売に着いたのだった。 しかし、吉一は女を売り買いする家業に馴染めず、家を去り、家には息子、健太郎が残される。多感な少年時代、健太郎は父への反発と共感を込めて、世間という家業を見つめていく。ある日、岩子のもとに、父親の借金の方に、高知発の女性バスガイドという貞子が売られてきた。年齢からして、玉水遊郭の女郎になりかけたが、 高知一の両邸、ヨーアキラロの主人が、白楽天のボタンの詩、花開き、花落ちつ20日、一条の人見な京セルがごと詩を引用し、この子が笑えば、人が皆心奪われると、芸儀として仕込まれることが決まった。松崎峰に預けられたボタンは、過酷な仕込みにも耐え、見せ出しの日を迎える。ヨーアキラロの主より、ボタンの源氏名を与えられ一躍売れっ子に、 南海銀行頭取ただの長男森博と、土佐銀行頭取中岡という、高知切手の二人の乗客が張り合うようにボタンについた。しかし、当のボタンの心は、親に売られた自分に思わぬ、優しさをかけてくれた、岩子の上にあった。折しも高知で、平民選挙が実施されることになり、森博と、中岡は共に入り、候補。議席をかけ、またボタンをめぐっての、 両者の争いは、多くの人々を巻き込んで深まっていく。一方、中岡の用心棒として、売り出し中の強格、田村には、元相撲取りの子分、二王さんがいた。彼も、また、偶然、往来でボタンを見かけてその取りとなっていた。そんな折、ボタンは森広に引かされることが決まった。嫉妬に狂った、二王さんは、ボタンを拉致し思いを遂げるが、その事件が、 ボタンの運命を大きく狂わせてしまう。1992年5月30日に、東映系にて公開された。東映のドル箱路線、宮尾富子原作シリーズ第6弾。ヒロイン、ボタン役の南野陽子が初めて濡れ場を演じたことで、話題を呼んだ。岩子やボタンと関わる、主な人たち芸者と、世諦郎の人たちただ親子と中岡。 その支持者その他の人たち宮尾作品で、宮尾の父親をモデルとする役は、それまで、中田井達也と尾形健が演じたが、全体的に若返りをさせたいという意見が出て、岩子役には、西田敏行が起用された。1992年2月4日、クランクイン。南野陽子はこれまで、ラブシーンはおろか、キスシーンすら一度もやったことがなく、 南野が果たしてヌードになるのか、東映関係者も心配したが、将来の目標として、30歳までに完全な大人の女優になりたいと南野が考えていたこともあり、納得してヌードになった、と当時の文献に書かれたものもあるが、別の説もある。ありがとうございます。